石継ぎテルは中国の秋代の武将である。和光及びモンゴルと戦って共に戦果を上げたことからその名を知られる。字は元隆氏。送り名は武武氏。辰行県という憲法の改祖とも伝えられる。東州英の出身。中国沿岸を中心に密貿易を行っていた和光の討伐に従事する。石皇賞金化義で兵を集め、 石家軍と呼ばれる、自身の政兵、水軍を組織する。小宗乗の,の指揮下で、ユタイユ、リュウケンラと共に和光を討伐する。ただし、当時の後期和光は、多数の中国人の構成員を、日本人の幹部や首領が束ねていた京でいう、多国籍犯罪組織に近い性格のものが、中心である。年に、禁令が解かれて、の活動が、 鎮静化すると、北方防備に従事し、アルタンハンの侵入に対応する。大規模な万里の長城の補強、増築工事に取り組んだ。こうした、ブレキから、内閣大学士で当時大きな権力を持っていた、超巨星に徴用されるようになったが、蝶の死後、咳の功績を妬む者から弾劾され、免職された。その処置は3年後に撤回されるものの、間もなく失意のうちに用去った。 民主百322列伝、第210外国産日本。https コロンスラッシュスラッシュ zh.wikisource.org スラッシュ wik スラッシュ e6%98%8、e%e5%8 回 %b2、e5%8d%b7322、大抵新山と10の3。 十和者十の七は戦速クソのところ略の人意軍喫先、法、言、人皆、智史、しかも官軍祖妥協、ところ至る解本。ありがとうございます。